ディスカバリーチャンネルプロサイクリングチームは、かつて国際自転車競技連合が主催した UCI プロツアーに参加していた自転車ロードレースのチームである。アメリカ合衆国に本拠地を置いていた。1988年にアマチュアチームとして活動開始。一時活動は中断されるも1992年からプロチームとして再開。1996年からは US ポスタルがスポンサーにつき、現在でも知名度の高いチーム名である US ポスタルサービスプロサイクリングチームとなる。2005年からはディスカバリーチャンネルがスポンサーとなった。このチームはジロでイタリアとツールドフランス、ブエルタ・エスパーニャで、それぞれ1回ずつ、総合優勝を獲得しており、チームとして、グランツール完全制覇を達成している。ランス・アームストロングが1999年から2005年まで、ツールドフランスを7連覇したが、ドーピングによるものとして剥奪されている。チームの戦略はエースであるアームストロングの高い、タイムトライアル能力を活かし、個人タイムトライアルのステージでライバルからリードを奪い、山岳コースではライバルたちがアタックしにくいペースでアシストが引き続け、タイム差を詰めさせずアームストロングを総合優勝へ導くという形だった。しかし戦わず勝利するということが原因で、フランス人からはあまり好まれないチームであった。アームストロング引退以降は、リーバイ・ライプハイマーやジョージ・ヒンカピー、アルベルト・コンタドールなどが中心となって活動していたが、新たなスポンサーを見つけることができず、2007年限りで解散した。日本の別府市これも2005年から2007年の間、このチームに所属していた。1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年。GM、ヨハン・ブリュイネール戦略が非常に類似しているチーム。ありがとうございます。